皆さんこんにちは、サンプロです。本日はサンプロ建築士の市川さんと一緒にですね、道路沿いだけど自然を感じられる家事動線の優れたお家をご紹介していきたいと思います。市川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね、市川さんなんと初出演ということで、はい、まだまだ緊張しているので、はい、これからエンジンかけていきたいと思ってます。見てくださって皆さん、お若い方ですねっていう印象だと思うんですけど、普段ですね、出させていただいてます3人ですね、いい意味で一番今ボコボコに鍛えられてる、されておりますそんな若手エースなんですけれども、まずこのうち3つのポイントがあるというふうに聞いているので挙げさせていただきます。1つ目がですね、道路沿いだけどデメリットがないお家、2つ目が無駄のない間取りですね、3つ目が隠れ家に隠れた開放感ということで、隠れ家に隠れた開放感ですね、はい、はい、すいません、私のネーミング不足なんですけど、後ほどですね、市川さんにも説明していただきながらこれからご紹介していきたいと思います。それでは市川さん、まず外観から見ていきたいんですけれども、今流行りの色ですよね。そうですね、こちらグレージュっていう弊社の松本住宅公園グランニュクスでも使われている外壁の色になっております。すごい映えてますよね。めちゃくちゃ素敵です。今回このサッシもあまり主張しすぎない色っていう形で、プラチナステンっていう形の色になっております。確かに外壁に馴染むような色っていうことですね。そうですね、外観の一つ大きいポイントだと思うんですけど、今回ガレージがついてますね。そうなんですよ、道路側から見ていただくと、はい、このガレージがだいぶ印象的に生えておりますので、お庭の方から見ていた形とまたちょっと違う雰囲気で、そのあたりをあえて狙った形でやらせていただきました。道路沿いっていうところで、その目隠しも兼ねたインナーガレージになっております、うん、あと印象的なのが2階のスクエア窓、はい、1個ついてますよね。ありますよね。外観でもアクセントになりつつ、うん、今回のポイントにありました、道路沿いなのに自然を感じられるっていうところでポイントになってる窓なので、また2階に行った時に、はい、楽しみにちょっとしたいと思います。そして市川さん、この正面からいい感じに真ん中のウッドの部分すんごい生えてますね。こちら使わせていただいた色がウォルナット色っていう形で、今回グレージュの色合いにちょっとトーンを落とした板張りさせていただくことで、どしっとした印象にさせていただきました。それでは市川さん、中の方にご案内よろしくお願いいたします。はい、お願いします。玄関めちゃくちゃ素敵ですね。もうちょっと触れていきたいところもいっぱいあるんですけど、まずちょっとコンパクトかなと思いきや、左の方に扉ついてます。こちらちょっと開けさせていただくと、しっかりシューズクロークありますね。最近だとね、ウォークスルー型も増えてるところではあるんですけども、ここはあえてこの行き止まりの形で用意しております。そして玄関スペースですね、はい、入って右手の方にこれ造作のベンチになります。もちもちを考えてちょっとした腰掛けられるスペースっていうイメージと、あとお子さん用に、まず正面のちょっと可愛らしいひときわ目を引くような形でアーチ状に、はい、ここをくぐっていくと出ました、今大人気のただいま手洗い。ただいま手洗い、もう玄関入ってすぐのところにありますね。こちらやはりお客様も使えるスペースということで素敵に、もうここも本当にサンプロらしいと言いますか、はい、造作と掛け合わさってできてる素敵な洗面台ですよね。柄がちょっとサンプロの中でも珍しい柄かなと思うんですけども、こちらもおなじみの愛花工業さんのメラミンカウンターで、ちょっと大理石調というかプラスで水跳ね防止用でタイルヘリンボーンでしたっけ。さすがです、これ最初の頃に一生懸命思いましたそして水洗、めちゃくちゃおしゃれですね。素敵ですよね。でもこの洗面台に違和感なく、うん、この辺もコーディネーターさん、本当にさすがだなって思います。で照明も2つついてますけど、なんかいいですね、ちょっとむき出し感があって。今回のインテリアのポイントのところが大人っぽいような可愛らしいような雰囲気っていうところで、ポコッと出た可愛らしい豆電球チックな照明になっております。いいですね、横幅も広いので身支度整えたりとかしやすそうですね。ようやく来ました、メイン空間の方お願いします。ぜひこの入ってからの開放感も味わっていただいて。失礼いたします。もうめちゃくちゃ入ってすぐに一番開放感が来ますね。そうなんです、ここはやはり一番メインで見えるところですので、こだわらせていただきました。
市川さん、はい、LDK 入った時の扉を開けてからの開放感にこだわってるという話だったんですけど、はい、やっぱりメイン空間、ご家族の皆様も一堂に集う場所なので、うん、玄関から帰ってきてすぐただいまっていうところと開放感っていうところは一番に感じていただきたいので、くつろげるスペースかつちょっと心が開放的にというかなるようなイメージで、確かにドア開けて出迎えてくれるこのお家の感じがいいなって思いました。この LDK 空間大体どれぐらいになるんですか？こちら和室合わせないで22畳弱ぐらい。22畳、広めの LDK だと思うんですけど、はい、やっぱりこの吹き抜けですよね。そうですね、2階にも続いているこの吹き抜けがあるおかげでもっと広く感じるというか、この入った瞬間の奥行きもそうですけど、やっぱりこの高さで2階へも奥行きがあるっていうところでより開放感出せたらなと計画しました。今回ポイントですよね、和室がお客様の希望でもあったんですか？そうですね、ご友人が来たりとかご両親が来た時にちょっと泊まれるスペースということで、普段はこの開放的な形で使えて、でいざという時は締め切って使えるような和室になっております。2階行かなくても横になるとかもできちゃいますし、いいですよね。和室に続いてリビングスペースですね。ここは吹き抜けの下にあると。そうですね、あとなんかポイントってあったりするんですか？こちらやはりお庭でバーベキューっていうこともありましたので、この大きな掃き出しの窓、こちらを返してお庭へアクセスさせていただく。確かにバーベキューっていろいろなものを外に出すじゃないですか。その時めちゃくちゃいいですね。そうなんですよ、それこそ道路沿いではありますけれども、きちんとインナーガレージが視界を遮ってくれるので、うん、開放的に来てても全然気にならないんじゃないかなっていう。そしてこれ造作ですよね？そうです、テレビボード今回造作にさせていただいております。一瞬ですねこれ私今騙されかけたんですよ、はい、床下エアコン隠れてるのかなみたいな違いました似てますよね。似てます。床下エアコンの方でもこのねルーバーの扉っていうのを使うので、ここはあえてテレビボードで使っていただく。なるほどですね。かつ下にデッキとかそういったものがあっても反応できるようなということでこのルーバーにしております。なるほどですね、さりげないここが気遣いですね。確かに。ダイニングスペースの方に来ました。テイストを伺うの忘れてたんですけど、はい、これお部屋全体のテイストとしてはこちらジャパンディっていうイメージになりますかね。ジャパンディってちょっと分からない人のためにも聞きたいんですけど、こちらですね、まあ、日本ジャパンと北欧風なスタイルを混ぜ合わせて整えさせていただいたスタイルになっております。いいですよね、なんか飽きが来ない感じしますよね。それでは LDK の主役にもなるキッチン行きたいんですけど、はい、まず表側ですね、結構大きめのカウンターがついてます。造作ですよね。造作です。お子さんが勉強したりとかご主人がねここでパソコンだったり作業もできるようなスペースになっております。家事しながら目の前で見れたりとかもできるんでありがたいですね、こういうカウンターあると。やっぱりこのキッチンから全体を見渡せたらなっていうことでこの配置にさせていただいております。そうですね。これ市川さん、ワイドってどれぐらいなんですかね？こちらカウンターでだいたい2メーター50センチから60センチぐらいになっております、うん、キッチン中の方を見ていくと、このグレーのかっこいいキッチン、はい、どこのメーカーさんなんですか？こちらクリナップさんのキッチンになっております。今回ジャパンディということでこのカラーリング合わせてきてますよね、お家に。やっぱりこのあたり人気の色ですよね。この白とモルタル調というか、うん、グレーが映えますね。IH もしっかりついてます。やはりね最近だとオール電化っていうところも増えていますので、うん、IH 採用しております。っていうことは市川さん太陽光乗ってたりするんですか？っていうことです。このお家そういったちょっと先を見越した設備、そのあたりも少し力を入れてるお客様でして、オール電化プラス太陽光乗っております。続いて向かい側ですね、カップボード、こちらもキッチンと同じもの使われてますよね？はい、こちらもクリナップさんのカップボードを中に入れまして、こちらもおなじみの天板だけお大工さんの方で施工していただいて素敵なカップボード、サンプロらしいカップボードになってますね。市川さん、今回道路沿いなんですけど自然を感じれると、多分この窓そのポイントの一つだと思うんですけど。そうです、さすがです。この辺り道路なんですけれども、その奥に広がる田園風景と山々っていうところで、先ほどのダイニングに座っていただくとちょうどいい位置で確かに見えるような信州ならではっていうところを感じられるかなっていう窓になっております。そして市川さん来ました、おなじみ、はい、本物の床下エアコンですね。今本当にサンプロのお客様8
8割9割採用されてますよね。そうですね、目当てで来てくれるお客様もいらっしゃるぐらい、やっぱり人気になってますね。改めて床下エアコンのメリットを教えていただいてもいいですか。はい、まずはデザイン面も触れるとすると、やはりこのエアコン自体がメイン空間にドンと出ない、そこが僕一番好きなポイントです。ですよね、気になっちゃいますよね。そうなんですよ、存在感もいるね、エアコンなので、そのあたりがメイン空間に出ないっていうところももちろんですし、あとは何といってもこれ1台でこの建物全館行けちゃいます。よく言う全館空調ですよね、まさに、はい、本当に行けるのって思うんですけど、はい、本当に行けちゃうんですよね。行けちゃいます冬だけではなくて夏も含めて行けてしまうというところが、私最初びっくりしました。もう慣れちゃいましたけど、サンプロの床下エアコンの場合は夏場も使えるようにっていうことで、ちょっと工夫させていただいてやっております。はい、では続いてキッチン、可愛らしい門をくぐっていくとパントリーですかね。そうですね、階段下を利用させていただいたパントリーになります。確かにここよく見ると階段下になってるんですね。ちょっとしたスペースも有効活用できたらということで、こちらちょっと可愛らしい空間になっております。この辺も可愛い照明がついてます。ホコッと出る印象的な照明になっております。市川さん、ここなんかおしゃれな掲示板みたいなものが、はい、まさしく掲示板として利用できたらということでマグネットボードになっております。おしゃれですね。そこが目に見えちゃうこのメイン空間にあったらまとまった感じがしないので、こちらの隠れるスペースに設けさせていただきました。あと今回家事動線っていうところも最初にポイントありました。なので今ぐるっとキッチン周り回っちゃいましたけど、はい、回遊になってますね。そうなんです、左右問わずどっちからも空間にこう行けるというか、キッチンにもアクセスできるっていう、はい、これ便利ですよね。やっぱりこのキッチンからもリビング、パントリー、和室それぞれに行けるっていうところで、先ほどのねキッチンが中心の間取りっていうところがポイントになってます。LDK から見えるこちらの扉行きたいと思います。こちらがウォークインクローゼット、1階に設けられてるんですね。でご家族皆さんで使われるような、なのでファミリークローゼットみたいな感じですね。いいですね、ゆったりとしてますね。こちらも大きさとしてはだいたい3畳弱ぐらい。ここに外観から見えてた窓、そうなんです。なので、はい、明かりつけなくても使えちゃうよということで、これ便利ですね。続いてこちらの扉開けていきたいと思います。はい、こちらが脱衣室兼ランドリーになります。まず入って左手ですね、可愛いコーナーが見えてますけど、こちらが奥様のスペースになっております。いわゆるミセスコーナーみたいなところですよね。そうです、なんかちょっとワクワクしますよね、はい、こういったスペースあるといいですね。そして結構広めですね、奥行きを長くさせていただきまして、上に後々物干し竿もつくんですけれども、先ほどの床下エアコンと組み合わせて、下のがらりのところから暖かい空気が出てきて、はい、上の方で排気しますので、きちんとこのお部屋の中で空気が流れるような形。そしてミニットバスの方を見ていきたいと思うんですけど、結構広いですね。今回 1.25 坪っていう形で、こちら TOTO さんのサザナっていう大人気のあのサザナですね。です。そして今コーナー紹介し終えたんですけど、市川さん、はい、ここから玄関にまたつながってるんですね。なのでこの辺りが先ほどのキッチンの回遊動線っていうところの別の回遊動線なので、玄関から入ってきて、お客様の動線とご家族の動線とっていう形でこちら2方向やっております。そして洗面台の反対側ですね、1階のトイレスペースがめちゃくちゃ落ち着いた雰囲気になってますね。トイレなのでちょっとトーン落としてゆっくりできるような形と、カウンタースペースも設けながら、照明のこの壁の反射がおしゃれさがありますね。なんか素敵ですよね。それでは2階の方に上がっていきたいと思います。市川さん、めちゃめちゃ開放感あるじゃないですか。こだわったポイントの一つです。1階と変わらずまた別の開放感がありますね。
1階分上がるだけでよりちょっと空に近づくので、うん、そしてこの吹き抜け、はい、ここですね。ここです。ここもやっぱり階段上がってきてちょっと暗い空間が広がってってなると、ね、確かにその辺がちょっとこの開放感を出させることでこの先に何かあるってちょっとワクワク感も与えながら上がった先にこの景色、はい、そしてこの今正面アイアン手すりあるんですけど、はい、ここが開放感出てるポイントだと思うんですけど、透明のアクリルですか？アクリルです。そして右手のこのファサードから見えてたあの窓ですね。スクエア窓、このお家だったら一番特等席の窓なんじゃないですか？そうですね、この山々が広がってっていうところの景色を人目をあまり気にせず楽しめちゃう。でこちらにホールを最小限にという形で、右手手前には収納のスペース、その奥こちらが主寝室ですね。向かいのメインのお部屋ですよね。はい、やっぱり落ち着きがある開放感になってますね。ちゃんと寝るときはしっかり落ち着いた空間として使えるように、そして吹き抜け側に面した壁に収納を計画させていただいております、はい、開けさせていただくとちょっと珍しいですね。石川さん、そうなんですよ、造作の収納棚というか、はい、こちら今回ちょっとお施主様のこだわりでして、こちらでパソコン作業もできたらいいなっていうご要望がありましたので、収納兼デスクとしても使えそうなこの可動棚計画させていただいております。確かにこれ高さとか調整したら全然使えちゃいますね。では開けさせていただきます。こちらがお子さんの部屋。そうですね、めちゃくちゃ素敵な景色が晴れてるんだ、本当に景色いいですね。めちゃくちゃ綺麗です。この抜け感、新宿ならではの景色広がってます。緑が多くていいですね。お子さんの部屋、これどれぐらいになるんでしょう？収納も合わせるとだいたい5畳ぐらいになっております。これだけあれば十分ですね。最後の部屋ですね、見ていきたいと思います。2つ目のお子さんの部屋ですかね。はい、こちらはこちらで目の前にまた窓がついているので、はい、お子さんの部屋がだいぶ景色いいですね。そうなんですよ、この辺りがお施主様とも迷ったところなんですよね。山々の景色を主寝室から見ようか、うん、子供部屋にしちゃおうかって迷われたところなんですけども、結果としてはこの配置、めちゃくちゃ羨ましいです。僕もこの景色見ながら育ちたかったです。いいですよね、はい。では市川さん、一周回らせていただいてありがとうございました。市川さん、ありがとうございました。市川さん、今回初めてのルームツアーということで、まずですね、このお家のこだわりもお聞きしたいんですけど、はい、今回この立地のまずポイントですよね。そうですね、北、西、南と3面が道路に面しているんですけれども、プライベート感が出るような建物の配置、工夫というところをやらせていただきました。でそれで閉鎖的になってるかと思いきや、しっかりこの開放感っていうところが外も中もつながっていたので、一番いいところだったんじゃないかなって。頑張らせていただきました冒頭ですね、いい意味でベテランの皆さんにですね、ボコボコにされてると可愛がっていただいております言い換えるとそういうことなんですけれども、はい、しっかり見させていただくの初めてだったんですけど、はい、他のベテランの方が作ったと言っても気づかないぐらい負けてなかったと思います。ありがとうございます。ではですね、今後もサンプロのルームツアーという形で新築リノベーションを紹介していきますので、チャンネル登録と高評価、またですね、今回初出演いただきました市川にですね、何かコメントであったり質問何でも受け付けておりますので、何かありましたらコメントいただけると幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。